どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。羽田空港の国内線にいます。一人今いるぐらいっていうか、もうそろそろここ閉まっちゃうんですよ。なのでちょっと今から国際線の方に移動します。ということで国際線に来ました。ちなみになんで僕がこういうことやってるのかっていうと、ミニマリストとして一度やってみたいことがありました。それは野宿です。ヨガマットの上で寝たりとかやってるわけなんで、空港での、野宿なんて余裕じゃないかっていうことで、はい、ちょっと今回やってみたかったんです。はい、今回単純にやってみたかったので、やってみようと思います。ちなみに今は23時33分2333です。多分こういうアホな企画は今のうちしかできないと思うんで、はい、今やっちゃいましょう。とりあえずコンセントスペース確保しました。これでとりあえず作業ができます。ちょっと今からメンタルトレーニングの動画の編集に入ります。今終わりました。時間は午前2時です。ちょっと今から羽田空港を探検してみたいと思います。わ、すげえ、あれお掃除ロボットですよね。おお。さあ午前2時の羽田空港どうなってるんでしょうか。椅子もほぼ埋まっていて、コンセントも埋まっている状態ですね。いいな、静かだな。うん、やっぱお散歩楽しいな。 We are Tokyo、 なんか I am Amsterdam みたいな。このキャラクターは何でしょう。なんだっけこれ、トゥモローランドのマークでもこういうのがあったような気がします。ちょっと今から外に出てみたいと思います。うわー、すごい静か。結構強い雨降ってますね。おっとっとっと。いやー、でもすごい綺麗ですね。やっぱりちょっと画角が広すぎると思うんですけど、夜景が広がっております。いやー、でも寒い。中入ろう。あー、やっぱめちゃくちゃ暖かいです。さあどこで寝ようかな。いや、でも普通に羽田空港あったかいし、花粉的なこう鼻ムズムズも一切しないし、めっちゃ快適です。お、この花も綺麗ですね。今こっち側はこんな感じです。歩いてる人はまあちらほらいますけども、でも大体みんなもう椅子に座ったり寝たりしてリラックスしてます。皆さんゆっくり寝ております。なんかこうネット上には羽田空港で野宿するのがすごい快適だとか、結構簡単に寝られるとかいろいろ書いてあったんですけども、やっぱ最近はこう海外の観光客の方が増えたんでしょうか、席が全然足りなくなってますよ。羽田空港さん、ぜひ国際線ターミナルの座席を増やしてください。いや、全然疲れが溜まってないです。暑くもなく寒くもなく、すごいちょうどいい気温で、いや快適だったな。改めましておはようございます。眠ったというよりかは目をつぶって瞑想していた、そんな状況でした。まあ、でも一応回復はしたので、で今からですねちょっと見たいものがありますので、今からちょっと移動したいと思います。お邪魔しました。
いてますね。早朝。うわ、なんか可愛いプレイスペースですか。あ、いいですね。いやー、もうほんと快適だわ。見てください、このすっきり空間。見てください、このすっきり空間。超気持ちいいですよ。こう野宿してみて、寝たのが3時頃で、起きたのが5時、目をつぶって瞑想をしたぐらいの、仮眠だったので、なのでこう睡眠ちゃんと取れてるかな、大丈夫かなっていうふうにちょっと気になってはいたんですけども、今全然眠くないです。今までこうやったことないことをやって、その刺激にこう楽しさを覚えてるっていう、そういう感じだとは思うので、家に帰ったら多分眠気がどっと襲ってくる可能性もあります。はい、なのでそれまでにちょっと仕事を終わらせないといけないんですけども、まあ結論から言うと、本当に羽田空港は超快適でした。寒くもなく暑くもなく、花粉症的なこう症状も一切起きませんでしたし、 Wi-Fi もあって、電源もあって、お手洗いもすぐに行けてみたいな、いや最高な野宿でした。そんな感じで僕はこの後シャワーを浴びて、朝ごはんを食べて帰ります。でも今日僕がやったことを、こう飛行機に乗らないのに空港に来てるっていうのは、電車に乗らないのにホームに行ってるっていうのと同じだと思いますので、はい。まあ、たまに僕もですね、そういう意味のわからないことをやってしまいますけども、まあ、今回はただやりたかったので、ちょっとやってみました。で、ただ本当にやっただけで、それをシェアするだけだとちょっとつまらないので、皆さんがこう喜ぶばいいなと思って、ちょっといろいろと撮ってみました。はい。ということで、今回もちょっとでも面白かったです。絵的に良かったんじゃないですかっていう場合はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。今回は、まあ、ミニマリストだったら野宿余裕だろうっていうことでチャレンジしたら、羽田空港が最高だったっていうお話でした。はい。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。またしゃー。